時は平成末期。闇を明かした現代に我らは未だ生きていた。スプレーのキャップ外して、ライターを火をつけて水平に固定して。この術は敵の居所を筒抜けにする究極の術。私たちは無作為に組まれた相棒以外の志願者の顔を知らない。絶対に彼女を見失わないで。僕は尾行も満足にできないのか。それが我ら一族八落ちの術だから。下世話にこんな流言がある。石を投げればスパイに当たるとか。それが流言でないからことは深刻なのだ。今般の試験、一角の若き連達者をただ2名見出すことはかなうかな。もとよりそのための儀、八落ち一族500年来のな。キリネと言ったか。貴様の実の妹も挑んでおると聞くが。関わりあるまい。決するのは日本固有の諜報組織を託すにふさわしいものだよ。八落ちの乱、コミックス第1巻、好評発売中。お兄様、私の名前を今一度呼んでくださいませ。